デブアコボチャンネルです。本題に入っちゃいましょう。はい、もう私大好きなテーマ言ってもいいですか。いいです。名勝列伝ということで長嶋監督についてお願いします。長嶋監督のエピソード、はい、たくさん語ってきてるし、はい、語られてるし、はい、そして永田清さん、うちの師匠から言わすと、非常に演出だと、上手だと、一茂さんに聞いても演出だっていう、はい、長嶋茂雄という人間をきっちり出せるっていうところがクローズアップされるじゃない、はい、だその中にたまにあるわけじゃない、はい、バッティング聞きに行ったらブブちゃんバット貸してごらん、バンバン振ってどうだ俺のスイング、いいだろ疲れさんっていう、そういう一面もあるわけじゃない、はい、だけど、はい、まずこと勝負ごとに関しては、うん、まあ俺3人のね負けず嫌いの人、生涯出会った中でもうこの3人がもう同格ぐらい負けず嫌いは、うん、年齢で言うと長嶋監督、はい、次大会長原監督、おまず負けず嫌い、まずね、そうなんですね、はい、で負けず嫌いの中に長嶋監督が勝つためにじゃあどうすることをやるかっていうと、実は長嶋監督も現役最後の年も関根純三さんという、もうその当時解説だった人が毎日長嶋さんが気が済むまでバット振るのずっと見てたっていうぐらい努力されてる方じゃない、はい、俺たちは天才だと思って見てたけど、それが現役を振り返ると、一回サウナでね、青島グランドホテルっていうところがジャイアンツの宿舎だったキャンプ中、はい、でそこでサウナで監督と一緒になったの、はい、監督がサウナ入ってきた、3人ぐらいしか入れないサウナに、はい、なぜか頭にタオルを巻いてバタカで入ってきた、普通タオルはここじゃないかっていうタオルの使い方がで、ブーちゃんサウナか、ね、いいなサウナ、君はな、めんこだめんこ、めんこやれば君はバッティングが天才だぞ、うん、めんこやりなさいめんこ、うん、俺も君を、ね、期待してるから明日からしごくぞって、鍛えろぞって言った、本当に次の日かな、肩弱いから自他ともに認める方だったから、翌日から長嶋監督が外野にノックをしてきて、それを俺がもう本気で返す、うん、もうそれもフェンスギリギリ下がれ下がれって、だから90メーターもギリギリ投げねえんだけど、うん、一の中90メーター矢のように引っ掛けよう、本当に飛球線に対してこうだみたいなってと届くわけ、はい、もっと低い球投げろ、はい、低い球投げるとゴロで届くわけ、これが定期的に長嶋監督 の、 その厳しいスローイングのレッスンというか訓練があるわけ、はい、あったんですね。でそれをやることによって何が生まれるかというと、はい、もう投げれなくなってるの、もう痛めたこともないんだけど、はい、もう全然投げれなくなるのよその日なんか。そこは監督はもうどうでもいいの、その努力した差し取ったことによって俺のタイムが 1.9 秒台だったタイムがスローイングも速くなって1.8 秒台で練習は投げれるようになったわけ。まずそういうところがある、はい、長嶋監督という人は、うん、基本その長嶋監督がキャンプ中にパッとこう上着を絶対脱がない監督が脱いで背番号を見して、そのノックを特殊というノックを受けるのはもうその年活躍してくれという選手、うん、プラス話題作りなわけ、はい、江藤清原、うん、元木とか入ってくるんだけど、はい、実はあれだけじゃなくて、はい、ノックはしないけど、うん、今度俺らが特賞やるじゃないキャッチャーが、はい、もうその横びったりして、いけたぞいけるぞって、もうそのあの長嶋さんじゃないいけるぞになるわけ、はいけるぞだみたいな、はい、なぜ追わないって、いや絶対追えないとこ打たれてんだよ、うん、現役の俺からすると、いやいやじゃないいけ一歩目出せって一歩目いけ、うん、っていうわけ、もう想像してる長嶋茂雄さんとは全然別な長嶋茂雄さんがいるわけ、あその練習一歩目いけ、うん、もうそれはいいぞじゃないんだから、なぜかね、なんでいかないんだって、それから一歩目抜いちゃいけないっていう、それがやっぱ実際こうパッとこうピッチャーどこ来るか分かんないところに反応する長嶋監督が野生的にっていうけど、そういうノックをね、あの月夜のノックって聞いたことない、ないでしょ、はあ、ないです。砂押監督という立教大学の監督がボールに石灰塗って、はい、もう月の明かりだけでノックを長嶋監督が受けたっていうそこでやられてる、その中で監督が体で感じたことを我々に伝えてくれるのがあるでね、まあ、実際にその絶対負けないぞ負けないぞって言いながら、はい、不安だったんだろうね、うん、正月の番組で何年か前に美奈ちゃんがいろいろインタビューに答えてて、はい、で一緒に寝てくれってその 10.8 勝った時の話があった、はい年ね、はい、日本シリーズにライオンズできました。でね俺ね代打で行って9回に同点ホームラン打ったの、はい、杉山から、はい、もう俺人生の運ほとんど使っちゃったなと思ったの、うん、
自分で、はい、こんな大変なことやっちゃったと思ったのね。で翌日、はい、またあれこれ同じような展開になってねえかっていう、はい、ジャイアンツが、はい、正直、うん、隠れようかと思ったぐらいなの。今日の俺はもう打てないって昨日まぐれで打っただけだと思って、いやいや絶対打てないと思って、うん、でもいや俺昨日打ってるし絶対俺だと思ってたの、うん、そしたら監督がもういきなりすぐ後ろで聞いてるから、監督とか中川さんとかこう、うん、うちは誰行くんだみたいなのやって、でも監督がそう打ち合わせもせずに尾形行くぞって言ったの。尾形、はい、もいたのよ、はい、素振りして、はい、いやいやちょっとホームラン打たなきゃいけないようなケースで、はいはい、絶対ないだろうと思ったの、うん、でチャチャって言われてたんだけど、チャチャお前はないだろうっていう尾形行くぞって、まあ俺ホッとするとともに同時に、はい、尾形チャチャみたいにしたら満塁ホームラン打っちゃった、うん、俺すごいと思った。俺言ったらもう間違いなく三振だったね。あもうそこまで見越して見越してっていう、もうそれがもう勝負感なんじゃないの、その、うん、センス、もうその動きとオーラで分かんじゃない、もうデイブ行ったって全然打てないぞっていうの、うん、昨日のはまぐれだぐらい思って分かったって。俺まぐれだもん、あれ死んだ親父が打たせてくれたホームランで、あんな奇跡はないって俺思ったのに、尾形行って尾形がね満塁ホームランだった時はこういうとこなんだって、うん、名勝ですね。名勝でやっぱりこれも実はまあ冗談っぽく言っちゃうと長嶋さん五六の中でネタみたいになっちゃうんだけど、これ真剣な話、長嶋監督に真剣にしてくれたのは、チームの方針として守備のポジショニングっていうのもサインなわけ、はい、うん、野手コーチが動かしたらそれサインなの、こっち寄れ、前来いと、はい、後ろ下がれとか、はい、これ絶対って言われてるの。でも長嶋監督は自分の経験を踏まえて、それはデータは昔からあると、打球方向が出てるんだと、だけど自分がその場で肌で感じていや絶対ここだと思ったらそこを守りなさい、うん、そして反対抜けても俺は何も言わないぞっつって、みんながそれで気が楽になると思ったら、そんじゃもっと責任が出ちゃったわけ自分で考えて全然感じ俺らが動かすのが、うん、松井ゴジラ、はい、ゴジラが最初センターで、みんなセンターのイメージあるけど最初ライトでデビューしてたの、はい、そうとあれね外野に聞いたんだけど、うん、センターは右側にはセンターがいるからこっちは安心なんらしいのね、こっち側には寄っていかないの。そっかそっか、人がちゃんと守ってくれてるから、うん、はい、ところがで左サイドには人がいないじゃない、はい、そうです、ね、だからラインに寄ってっちゃうらしいのね、いない方に。でいつも俺が守って守備隊形を動かすのはゴジがどんどんこうポール際に行っちゃうから、これ戻すのがいつもチェックしたの、ゴジ戻れっていうところも、もう実はそれも長嶋監督で言うと、もうゴジが俺確認したのね、ゴジあっち守ろうとしてたから、いや違います、じゃあこっち寄せるなっていう、でお前がもし監督言ってんだからこっちと思ったら寄っていいよって言って、ライト線何回も取ったのもあんの。いやこんな打球いくと思ってなかったけどなっていうのも、それ長嶋監督のと松井のやっぱり自分の感性があったんで、だからセンター行っても本当上手だったから、松井って実は5時の守備ってめちゃくちゃ守備は広いんだよ、はい、あんなでかい体でっていうところの原点も長嶋監督にあるわけよ。なるほど、自分の直感を信じて自分を信じてっていうところなんですね。そういうことはで、はい、野生的に打ってったと俺は思ってたの、はい、そしたらその長嶋監督時代の、まあ、土井正造さんとかに聞くと、はい、めちゃくちゃこう的を絞って打つって、カーブならカーブも狙って打つっていうバッターだったんだって。絞るタイプだからデータがなきゃできないわけ、はいはい、今で言うとデータっていう言葉でみんな当たり前になっていく、ね、長嶋監督もその当時からもスライダーならもうスライダー待って打つっていう、そういうやっぱり昔からデータ野球を長嶋監督はされてたっていうのは本当は実話の話なの。そうなんですね、うん、どうしてもその早掛けちゃん待っとくてごらんみたいなのが先に言ってるんだけど、うん、はい、もう勝負師としてはね、もうびっくりするぐらいのこの代打のタイミングでもそうだし、うん、は感じたね。なるほど、うん、だからそのぜひ長嶋監督がもう一回見てみたいのは本能だよね、はい、長嶋監督が全日本の監督だったり巨人軍の監督をね、うん、元気になられてやってくれで、もう一回長嶋野球を見たいなっていうぐらいな、はい、実はデータも大切にして、うん、でも感性を大事にさせたいっていう、そこは自分たちを認めてくれて、で、まあ、最後にこの話をさせてもらいたいのは、その、はい、長嶋監督第二次政権になった時にやっぱ監督はコーチたちに任そうとしてたみたいなんだけど、うん、どうもチームがバランスがうまくいかなかった時に、
ミーティングで、試合前のミーティングでいいかって、今までなコーチ陣に任せたけどな、今日から俺が陣頭指揮取るって直接お前たちに物を言うし、はい、お前たちも直接俺に言ってこいって、うん、全て俺がやるって言ってくれて、みんながスッと長嶋監督に入れてからチームが、まあ、その年は勝てなかったんだけど、はい、翌年にそのままのことを監督がいつも声かけてくれて、うん、部長お前古田ならどうやって抑えるんだとか、いやもうこう思ってます、外でもいいぞ、外でもって、外のスライダー行きなさいとかっていう、こういう会話が成り立っていうようになったら、監督が俺が知識を取るっていう、これ中畑さんの回見てもらってもそういう話は出てんだけど、はい、まあ、そういう本当になんか長嶋茂雄さんというイメージと全然実は違う名称なんですよっていうのを今日お伝えしたくてさせてもらいました。大悠さんならではのお話ありがとうございました。このチャンネルが面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。